明けましておめでとうございます。オーシャンアドベンチャーの、三好茂雄です。今年もオーシャンアドベンチャーチャンネル、今日も明日も火薬日より、よろしくお願いします。ということでですね、今年の、釣り始め、ということでね、五目釣りをやっていこうと思います。はい、では行ってみます。しました。ちょっとね、思ってたより風が強いかなっていう感じですよね。まあね、風向がね悪くないんで波は立たないとは思います。でも沖に出るとひょっとしたら波が上がるのかなっていう感じはしますけど、まあ、とりあえずね、トップからやっていきます。
はい、キャスティングでちょっと頑張ってみたんですけども、ちょっと今日はね、青物が、表層におらんみたいなんで、ちょっとね、バーチカルに、変更してね、やってみようかと思っています。ただですね、ちょっとね、天気予報とは裏腹に風がすごく強くて、今沖にまあだいたい1ノットから 1.2 ノットぐらいで流されてるんですよ。だから、まあ、あんまりね、まあ冒険しすぎるとね、帰ってこれなくなったりするので、まあその辺はちょっと考えやっていこうかなと思います。正月からおめでたい。
ました。青畑来ました。どうもお疲れ様でした。結局今日は終日風が強かったですね。波はねそんな大したことなかったんですけど、風がねなかなか厄介で、今日は一日苦労したかなと思います。で今日はね、もう今お昼なんですけど、お昼からずっと仕事があるんで、今日はね、これで、ノーカントをさせてもらいます。で毎年ね年末年始って結構釣れない時が多くって、坊主キワキワみたいな感じなんですけど、いつも、今日はね、マダイ2匹あとアオハタ1匹なかなかね、青肌肩のいいのが釣れて、釣り始めにしてはすごい良かったかなと思います。で、青物もね、今日はダメだったけど、まだまだ大きなやつがね、いると思うんで、頑張って、青物をね、キャスティングで狙っていきたいなと思います。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。バイバイ。